はい、ということで実況のパート33は始めていきたいと思います。前回でエクストラチャプターの、3かなまで終わったので、今回からエクストラチャプター4をやっていきたいと思います。エクストラチャプター4、思い出は美しく無限のごとく、無限夢幻かな、まあ、どっちもいいや。さあ次は誰のストーリーかな。まあ、エクストラチャプター3が島田海人っていう超どうでもいいモブキャラのストーリーだったっていう島田海人とあと刻みの本編には全く登場していないコンビによる超どうでもいい超どうでもいいシナリオでしたけど、今回どうでしょうかね。さあ誰なんだろうか。愛子ちゃんのストーリーかな。霞む視界にランランと光る赤い、まぶた、あ、ランランで合ってるかな、違う気がする、高校かな。息が詰まる、意識が急速に遠ざかる。なぜなのだろう、こんな時に脳裏をよぎすぎるのは。脳裏をよぎるじゃなくて脳裏すぎる。実質に飾ってある小さなシールだった。フォトフレームに収まった過去の1ページが明言し、強烈な解雇にも似た思いが込み上げてくる。夢のような一日だった夢のような一日。あの日の彼女たちの笑い声が、なんじゃこりゃ、読めん、耳なんちゃらを刺激する。見上げた空は目を見張るほどに美しい。講師で、舌先に蘇るのはカフェで味わったケーキのさらりとした甘さ。いつの間にこんなことになったの。私は何かどこかで間違ったのかしら。多分最初から間違ってますね疑問は鮮やかに浮かび上がる記憶に押し流された。今回愛子ちゃんのストーリーかな。ドアがけたたましくスライドした音で意識が浮上した。さやかー買ってきたよ。犬丸来たよ。せいさやか、寂しくはなかったかな。待ちくたびれて泣いてたんじゃないのかな。うるさいわね。来たさやか、寝てるんだから。かわいいなさやかは。なほたんギャン。耳に入ってくる会話を聞き流しつつ机から顔を上げる。黒板の上にかけられた時計を確認すると4時を回っていた。なほちゃん来たー。締め切り間近のため徹夜で原稿を書いていたのが悪かったのだろう。6限目の授業中から記憶がない。周りを見ればすでにさやかと犬丸くん以外のクラスメートはいなくなっていた。こちらに気づいたさやかが急いで駆けつけてきたので、私は頭を軽く振って眠気を吹き飛ばす。大丈夫、それよりさやか、なほちゃんとさやかちゃんが出てきてるので、これはあれですね、一作目の前のストーリー、前の時系列ですね。まだ生きてる間ですね。なんでなほたんが謝るの。もう私となほたんがさやか一番可愛いわ。ニコニコと笑みを向けられて、私も自然と笑顔になった。さやか可愛すぎ。さやかは笑顔が何よりも可愛い子だ。ほんまや。ところで犬丸、頼んだものはどこ。さやかの声色がガラリと変わった。床に這いつくばった犬丸くんを見下ろす表情から完全に笑顔が消えてしまう。さやかがそんな可憐な手を差し伸べてくれたら、さやかはド M かなこいつ。俺はどんな質問にも心を込めて答えさせてもらうよ。そう、例えば俺がさやかをどれだけ愛しているかについてとかね。そういうのほんといいから、頼んだものはどこなのいつもの恥ずかしがりがまた出た。彼はさやかの幼馴染で私たちのクラスメートでもある犬丸晴之くん。すべての事柄がさやかを中心に回っている人だけれど、今のところその思いが報われる日はなさそうだ。出雲の神主の血を引いているらしくて、それなりに霊力があるけど、それを表に出すのはあまり好きではないらしい。ははっ、神主の子供なんや。さやか、何か犬丸くんに頼んでたの。うん、おやつ、なほたんも一緒に食べよう。いいけど、ここで。空腹なら教室で食べなくても帰りに買い食いしていけばいい。というかいつもはそうしてる。どうしてもね、お腹が空いちゃって、我慢できないからここで食べたいなって。さやか、持ってきたよ。いつの間にか廊下に姿を消していた犬丸くんが台車の音を響かせて再び教室に入ってくる。
台車？そちらを見てギョッとした。じゃじゃーん、どうだいさやか、すごい量だろ。台車に山と積まれているのは見たことのあるスイーツ屋さんの箱ばかり。プレッツェル屋さん。他にもクッキーやパエ、マカロンやアイスクリームの箱まである。やったー、美味しそう。いただきます。私が驚いている間にさやかは次々にスイーツの箱を開け、席に着く間も惜しいとばかりに頬張り始めた。尋常じゃない量のスイーツを尋常じゃないスピードでさやかが平らげていく。この子がこんなに物を食べているところ初めて見た。さやか、どうしたの？なんでなほちゃん指をこう、指とか手を交差してるのか。どれも美味しいよ。そんなにお腹が空いていたの？そうなの。甘いものがとにかく食べたくってね。カロリーが心配だけど、でも食べたいんだから仕方ないよね。うん、仕方ないね。台車にまだまだ積まれたスイーツの箱を見てゾッとする。私は甘いものは大好きだけど、これだけ目の前に積まれたら食べるより先に胸焼けしてしまいそうだ。ふん、さやか大食感だった。ちょっとさやか、いい食べっぷりだな。足りなくなったら言ってね、さやか。買ってくるから。お前のおごりかい。何を言ってるの、犬丸くん。こんなに食べさせたら。心配ご無用だよ、さえのきさん。さやかがどれだけふくよかになっても可愛いに決まってるからね。ああ、でも抱きしめた時に両腕が届くくらいまでに。両腕が届くくらい。両腕届かないくらいって確かに嫌だな。バカみたいなこと言ってないで、そっちの箱取って。犬丸、はい、喜んで。あ、なんならあんしてあげるよ。ほら、マカロンを食べさせてあげよう。それ犬丸の手垢がついた。手垢がついたから。毛嫌いしとるやん。やったー、それから俺におやつをくれた。ポジティブすぎる。しかもお前が買ってきたんやろ。本当。なほちゃんが呆れている。これアイコ登場するのかな。マカリとかも。マカロンを胸に抱いて歓喜する犬村くんから視線を外し、スイーツを食べ続けるさやかを見つめる。さやかは異常食欲の持ち主ではないし、焼け食いをしたくなるような何かがあったという話も聞いていない。一体どうしたというのだろう。それにしても、何も。じっと眺めているうちにさやかの背後にぼんやりとした影が揺らいでいるのが見えた。なんか乗り移ってんのかね。それはかなり集中して見ていなければ気づかないほどの存在感の薄い低級霊の姿だった。ちょっと霊力をうぶつけただけであっさり消えてしまいそうな少女の霊がサイカに取り付いているのだ。気づかなかったわ。サイカの食欲は間違いなくある少女の仕業だろう。サイカ、霊を払うわ。じっとしていて。早速タイマーの札を取り出して構えると、サイカが慌てたように首を横に振った。ナホちゃんダメ、悪い霊じゃないから。悪い霊じゃない。自覚あんのかい。ずっと楽しみにしてた評判のスイーツを買った帰り道、居眠り運転の事故に巻き込まれて死んじゃったみたいで。それかわいそうだわ。美味しいスイーツが食べたくて。かわいそうな幽霊やな。確かに力がなさすぎて長いこと人に取り付くこともできなくて。まさか同情して。だけど同じ女の子もわかるでしょ。泣いてる顔もかわいいな。モデルなんだよね、さやかね。わからなくはないでしょ。だからね、私、ほら、こうやって。確かにさやかの背後についた少女霊は、さやかが一口何か食べるたびに、それは嬉しそうに顔をほころばせる。その様は、悪意なんて微塵も感じられない上に、少しくらい多めに見てあげたい気持ちにまでさせられるけど、けれど。だからって。私はさやかが載っている雑誌のページを眺めるのが好きなのだ。あ、これ宗師宗谷だったっけな。宗師宗谷だったっけな、こいつら。いろんな服を時代に着こなしているさやかの写真にはいつも惚れ惚れとさせられる。照れくさくて本人にはあまりそんなこと言えないけれど。さやか、
どんな例にせよ悪いことはできそうにない子だから、うん、疲れた本人が例に協力的ではどんな低級例でも払うのは格段に難しくなってしまう。犬丸くん、さやかを説得。説得？どうして？さやかに例がついたままなんて。そうだね、あまりいい気分はしないけど。でもまさか、あの、だってあの子は悪霊じゃないからね。お前にも見とるんかい。カロリー肩でモデルを辞めることになってしまってもあなたは構わないの？もちろん問題ないよ、さやかがそれでいいって言うなら。なんだか頭が痛くなってきた。もりもり食べ続けるさやかを見ていると早く止めなければと気ばかりが焦ってしまう。ここはもう強行策に出るしか。後でさやかに恨まれるかもしれないけどそれでもいい。そう決意して再び札を構えた時だった。あいこ来たー。開きっぱなしのドアから悠々と和服と制服を織り交ぜたような服を身にまとった生徒が顔を覗かした。いや制服着ろや。何私服着てきてんの。庭愛子3年5組に在籍する正確に難がある情報屋だ。あ、同じクラスではないのね。霊具を収集するという悪趣味極まれない目的を持ち腹の中は真っ黒というのが彼女に対する私の見解。口にドーナツを目一杯頬張ったままさやかが眉を寄せて顔を上げる。以前2人の間でちょっとした悶着があったせいかさやかは愛子を苦手としているようだ。そうなんだ。とはいえ美少女好きのさやかとしては愛子の外見は気に入っているようでそこが困りものらしい。愛子美少女好き。何しに来たの。あら、そう冷たい声を出さないで。お互いの故障がなんかさ、なんとかさんって言ったりなんとかちゃんって言ってなんとかたんって言ったりなんかもややこしいよね。私はただ帰ろうと思って階段を降りていたら甘い香りが漂ってきたから気になっただけよ。そうしたらなほちゃんたちに出くわしたの。これって運命かしら。とアイコさん、ナホちゃんに色目使わないでください。まあそんなことしてないわ。言いがかりはよしてね、さやかちゃん。アイコ、さやかを煽らないで。そんな、あのね、今そうなの。小首をかしげ、アイコは山盛りのスイーツとさやかを見比べる。女力士や力士役のオファー。さやかが女力士。意味を理解していない様子のさやかとなぜか生唾を飲み込んだ犬丸くんを無視し私は大きくため息を吐いた。アイコ、よく見てさやかの後ろに霊がいるでしょ。うん、あら、そう言われてみればその子がさやかに取り付いてこれだけのスイーツを食べさせているのよ。払いたいのにさやかが協力的じゃなくて困っていたところなの。そういうことだったの。なら愛子が興味深げにさやかに近づき少女霊をしげしげと観察する。愛子は強力な恨みや悪意を持つ霊が取り付いた霊具を好む。ははは、怖くねそれ。だからあの霊が欲しいと思えば力ずくでさやかから引っぺがすだろう。スイーツに執着心があるのね。さぞ無念だったのでしょう。相手は殺…そう？じゃあ誰かで構わず同じ…あら…はマジ優しい霊だった。しばらく少女霊と会話していたアイクはふっと肩を落として退いた。ダメね、全然なってないわ。せっかく霊になったという…せっかく霊になった。なほちゃん、何も恨んでないって言うのよ。どうやら愛子は完全に少女から興味をなくしたようだ。存在を否定されたリオは、レイはショックを受けたのかさやかの背に隠れて泣きそうにしている。かわいいな、どんなに幽霊やね。ここまで愛子が言うってことは本当に。だからね、本当かわいそうな子なんだよ、分かってあげてんの。アップルパイに一包み打ちながらさやかが真剣に言う。でもさやか、そのまま食べ続け。さやかちゃんはその霊がかわいそうだった。はい。なんで敬語やね。そうなの、なほちゃんがこんなに心を…ね、ね、なほちゃん、さやかちゃんからひどいわね。何を企んでいるのか、アイフがにこやかにそばへとやってきた。そうして私の手を取ると指を絡めてきて、いや、レズかな。
あなたの気持ちを無下にする子なんて放っておいて、私とデートしましょう、ナホちゃん。レズかな。怒った、怒った顔も可愛いな。途端に椅子を蹴倒してさやかが立ち上がった。その衝撃なのか、さやかの注意がスイーツから完全に逸れたからなのか、背後の少女霊が吹っ飛び、さやかから離れる。ナホちゃん、デートするなら私としよう。今日は放課後オフだから。ね、レズやん。構わないけど。構わないんかい。やったー、ナホちゃんとデート。え、これ3人ともレズやん。3人ともレズやん。抱きついてくるさやかを受け止め、そこまで喜んでもいたことに嬉しくなる。その時空中でオロオロしていたレイと目が合ってしまった。いけない。ハッとしたけれど彼女の方が一足早い。一直線にこちらへ飛んできたと思うと、ふわりと覆いかぶされるような感覚があった。疲れたと自覚したのと急激な空腹感を覚えたのは同時だ。食べるんかい。食べるんかい。最後の席に飛んでいき、積まれたスイーツの箱を開ける。入っていたのはカスタードがたっぷり詰まったシュークリームで、私は急いでそれを掴み口に運んだ。口の中でトロトロと溶けていく濃厚なカスタードとふわふわシューの香ばしさ。すげえ美味しそうな、幸せそうな顔している。頭の奥がジンとしびれるような美味しさにますます食欲がかきたてられる。美味しい。あらあら、今度はあの子がナホちゃん。本当だ。なんか新しい差し入れめっちゃ増えてんな。いいね。ようやく現状にさやかが気づいたようだけど、それに応えている余裕がない。もっと甘いものが食べたくて口と手を動かすので精一杯だ。一口スイーツを、なんだこれ、頬張るかな、旅に。いや、むさぼるか、やばんね。私についた少女霊が幸福をかみしめている。幸せです、ありがとうございますと彼女が嬉しそうにお礼を言うので、なんだか困ってしまった。さやかが同情するのも。スイーツを食べ続けたくなるという、女子には天敵のような霊だけど、それを申し訳ないとすら思っているようだ。払いたくなくなる霊というのは相当珍しい。食べ散らかした空き箱を見てさやかが呆然としている。さやか、見ていて気持ちのいい。間違いなく体重が増えるでしょうね。めちゃめちゃ嫌みやん。ぜひ触らせてちょうだいね。ダメです、私は触られるより触りたい派ですから。どういうこと。どういうこと。そうだったのさやか、それじゃ今までは遠慮してたんだね。いいんだよ。俺をもっと、こいつ空気読みなすぎてなんか面白いね。抱きしめてくれた。今そんな話はしてないでしょ。顔でくさ。ドスッと重たい音が響いて、稲村くんが声もなく床に沈んだ。さやかは倒れた彼を気遣うことなくこちらに駆け寄ってくる。ナホちゃん、それ以上食べないで。立場逆転しとるやんけ。結局自制できないっていうね。でもスイーツを食べたいという欲求にはどうしても勝てないのだ。私の手は休むことなく次々にスイーツを掴んでいく。さやかが望むなら俺があの霊を払おうか。でも払うのは犬丸も払うことできるんや。憑依を剥がすこともできるけど、あの霊を放っておけばまた別の誰かに取り付くだろうね。さやかちゃんがナホちゃん以外はどうなってもいいというのであれば、それでもいいんじゃないかしら。優しい。優しい女の子だ。愛子の意地悪な発言にさやかは頭を抱えてしまう。けれどそれはほんの数秒ですぐに顔を上げた。こう犬丸に取り付けばいいんじゃね。そうだ、成仏してもらえばいいんじゃない。霊が満足するまでスイーツを食べ続けてもらうの。でもさやかとさえのきさんでだいぶ食べてるけどまだ満足はしていない。どれだけの量を食べたらあの子が満足する。じゃなくて、あの子が食べられなかったのって、だから生前あの子が食べたことがないぐらい美味しい。ああ、なるほど。
少女霊がさやかの意見に大きくうなずき感心している。本人も思いつかなかった様子だ。近くに美味しいって評判のスイーツ屋さんなかったっけ。この近所のスイーツならほとんど俺が買ってきたよ。さやかへの愛。手でも成仏しないんだからもっと美味しいものじゃないとダメってことなんだろうな。なほたん、どこがいいお店知ってる？猫カフェ、秋葉原かな。2人でデートするとき、デートとかもう遊びやん。それ遠回しに却下されてしまった。ねえなほちゃん、それならやっぱり私とデートしましょう。もぐ、目の前に何かのチケットが差し出される。ホルターズカフェ、ホルターズと印字されたチケットには今日の日付と5時半という時刻らしいものが書き込まれていた。さやかが目の色を変えてアイコに突進する。森の駅前の予約だけで1年待ちって評判のカフェホルターズの予約チケット。どういうこと何予約チケットって何ですって。思わず口元からケーキの食べこぼしがポロリと落ちた。そう言われてみればテレビで特集されてるのを見たことがある気がする。開店当初予約待ちの列が駅前を見、しかもこれ今日の予約じゃないですか。アイコさん、どうしたんですか。お客様になり損ねた方から取り上げたのよ。ってこと。さやかの興奮に満足したらしく、アイクがご機嫌の様子で言う。頼まれていた情報を渡したら1円も払わず、そんなのってあんまりでしょう。だから滞納した分の利子も含めて貯金その他。片っ端からですか。そう、このチケットもその中の一つってか。無理沢校にも今日しか使えないチケットだし、それから親しい人たち、たまには親しい人だ。なほちゃんはもちろんだけど、おお、よかったね、晴れ行き招待されて。これで省かれたら何して食べ。いいんですか。これを機に親睦を深めたいところね。親睦を深める。だってなほちゃん、行ってみようよ。さやかが行くなら俺も行くよ。どこまでもついて。あんたはお呼びじゃない。お呼びじゃない。なんか入ったぞ今。さやかと飯沼くんが普段のやりとりを繰り広げているのを尻目に、私は愛子の顔色を伺う。親しい人たちと言われるほどあなたと仲良くしたことはないと思うのだけれど、愛子とは昔からの腐れ縁だけど、主に接するのは霊関係のことがほとんどだ。さやかとのように友人として遊びに行ったらお茶をしたりといった経験はない。あら、なほちゃん、その目は何かしら。何も企んでなんていないわ。たまには霊が、不意にアイクが距離を詰めてきた。白い陶器のような指がちょうど私が食べていたショートケーキのイチゴを上品につまみ上げる。どういうこと。食べていたショートケーキのイチゴ。私たち親友ですものね。ポカンと口を開けたところにイチゴが放り込まれ、反射的に食べてしまった。なほちゃんたら口元に生く、再び指が近づいてきて私の口元を拭っていく。そして愛子は当然のようにすくい上げた生クリームを舐めた。甘さ控えめでレズやん。何するのよ。メロハンすげえ顔してるぞ。美少女同士。君も美少女だけどな。さやかが叫び、鼻を押さえてうつむく。つか、さやかは胸でかくね？かと思えばすぐに顔を真っ赤にして叫んだ。すっごくメロハーンな光景でごちそうさまでした。でもダメ、アイコさん、ナホさんにこれ以上手を出さないで。さやか。さやかがアイコとの間に入ってきて必死に私を抱きしめる。爽やかな柑橘系のコロンが鼻孔をくすぐったと思ったら、私と同じくらいの大きさの胸がギュッと顔に当たった。同じくらいかな。さやかの方が大きいように見えるけどな。そしてすぐに息苦しくなる。愛子の笑いを含んだ声にさやかは焚きつけたのだと察しがついて怒りが湧く。と同時にふわりと体が軽くなった。息苦しい思いをしたせいで
スイーツへの興味が途切れたからだろう。少女霊が困ったように浮かび上がり、また空中をうろうろとしだす。なんやねんこの少女霊は。悠然と佇む愛子と、いつからなのか怒り、ほにゃららって、なんだこれ、鳩を押さえている犬村くんとを見比べ、彼女は犬村くんに取り付いた。結局犬村に取り付くんかい。甘いものが食べたい。犬村くんが早速跳ね起き、残ったスイーツを猛スピードで口に運び出す。さやか、メタボな俺でも愛してくれるよ。なほちゃん、こっち向いて。しかとした。もう食べてくれるよね。はい、口開けて。さやか、そういうのは気にしなくていいんだよ、なほちゃん。ほら、あれ、さやか聞いてないね。あ、わかった、一緒にダイエット。それじゃあ、運動用ジャージを買いに行かないっちゃね。どんなのがいい。勝手におかしな話を進めるのはやめて。殴られた。あなたたちっている。こうして見る間に話は脱線し、私たちが息を切らせてカフェホルタースに着いたのは、予約を5分過ぎてからのことだった。なんで急にセーブポイント出てきた？謎なんだけど、まあ、とりあえずセーブしとくか。お？なほちゃんになってる顔が。